聖徳太子大浄化式、はい、やっとるそうです。今日は永福寺にやってまいりました。あ、入られへんのかこれ。永福寺なんかやってまんのかね。これ一番奥まで行ったとこはね、聖徳太子の廟があんねんけど、あら入られへんの。ちょっと通してもらっていいかね。あ、はい、はい、あ、すいません、どうぞ。はい、はい、すね、はい、ごめんよ。どんだけお客さんがえらい邪魔してね、大変なことになってんだけど。で、はい、行きましょう。先にね、聖徳太子の御廟をまず見ましょう。入口でえらい皆さん邪魔してありましたけどね。これどれが本堂かね。これは本堂なんの？これ本堂？聖徳太子の御廟、聖徳まっすぐ行ったところ、見上がったところでございますからね。雨がね、降り出してね、今ちょっとバラバラか小ぶりかね。陽明天皇の、ね、お子さんでございまして、そして水戸天皇の摂政された方でね、いろんなお寺も建ててあるけど、四天王寺やら、はい、ご用意やってやりました。はい、ありがとうございます。本当にいろんな行もあったけどね、ね、妙にこんな屋根付きのやつ初めてですからね、お墓がね。これお母さんの石やったかね、どうやったかね、珍しいんでございます。ここはね、これ石を回ってるんですよ、昔ね。はい、ここに書いてあります。宮内庁のね、水戸天皇皇太子、聖徳太子、これどうなんだ、墓になってね、やっぱり、はい、墓になって、廟じゃなくて。こんな感じでございますね。病骨越、これ見れるの今日1400年歳ってこと。はい、ありがとうございます。今日なんか団体がね、いっぱい後ろからついてきてるんだけど、やかましいやかましい団体さんは。はい、珍しいでしょこれ。これは墓ですよ、これお家じゃないんですよこれ、ね。はい、ありがとうございます。これ一緒に回ったことあるんだけど ね、ないよね、どこで見れるの、見られんがね。